JR は大雨の影響で7日から昨日にかけてほとんどの区間で運休していましたが、今日から一部の区間を除いて全ての路線で運行を再開しました。今回の大雨では JR 米子支社管内18カ所で線路への土砂の流入などの被害が確認されています。雨の影響、それから安全の確保ですね、そういう確認が取れたから本日始発から運転できるところは運転を再開しております。なお山陰本線の倉吉浦安間、木槻線の新地木槻間では復旧作業が続いています。代行バスでの運転を行っているということです。